はい、こんにちは、JBS 武蔵野志望です。はい、河合です。はい、今日はですね、千葉県鎌ケ谷市にある超野球専門店 CV に来てます。はい、はい、まあ、何しに来たかっていうところなんですけど、はい、普段私たちは技術を教えてるんですけど、はい、まあ、その技術を支える、まあ、道具にもちょっと、ね、フォーカスを当ててみようというところで、はい、グローブだったりバットだったりスパイクだったり、まあ、いろんな道具があって、はい、どういう基準で選べばいいかとか、どういうものがいいかとか、はい、そういうものをちょっとね、一消費者の意見じゃなくてプロの販売員の方にちょっと聞いてみようということで、はい、早速じゃあ店内にちょっと行って行きましょう。話を聞いてみましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。店舗の外観なんですが、一面にね、ポスターというか貼ってあって、本当に野球専門っていう感じでドーンってこう、まあ、インパクトのあるね、ポスターかなと思いますね。はい、甲子園に来ました。これもあの外にあるパネルなんですけど、甲子園に来ちゃったみたいな感じがしますね。じゃあちょっと店内にね、行ってみましょう。じゃあ店内にね、行ってみたいと思います。おっと、これここ見てください。バットで持ち手ですね、入り口のところができてて、これすごいですね。ここもね、こだわりがすごく見えて、ちょっと楽しみ、ワクワクしてきますね、ここでね。見てください、皆さん、この眺めすごいですね。これグラブ見てください。なかなかここまで上までね、綺麗に並んでるお店っていうのはね、もうほとんどないんじゃないかなと。ほんと一つ一つのね、グラブを大切にされて、このように並べられているのがね、わかるかなと思います。そうですね、水野さんありますね。リアルを使ったらこういうエラーが入るようになるということはあると思うんですけど、これはワールドテープです。なんかもうメーカーほとんどあるかなっていう感じです。ちょっと知らないメーカーもちらほら、アトムズさんっていうメーカーがありますね。そうですね、はい。まあでもこれだけあると、やっぱりどれをね、選んでいいかっていうのはちょっと迷ってしまうかもしれないので、まあ、その選び方もね、これから聞いてみたいと思いますので、それではね、早速ちょっと本題に入っていきたいと思います。グラブのね、選び方を、専門家のプロの販売の方に聞いてみたいと思うので、それでは行ってみましょう。ではですね、まあ、プロの販売員の方に実際のね、グラブの選び方について詳しくね、聞いていきたいと思います。で、今回超野球専門店 CV さんの店長さんに説明していただきたいと思います。で、店長の中村さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、まあこう入ってきてですね、まあ、すごいこうグラブが並んでいてありがとうございます。はい、もうすごいもう景観がいいというか、ここまでね、グラブちゃんと並んでるお店っていうのも、ね、少ないかなと思って、はい、すごく感動しました。ありがとうございます。ただすごく見ていて、まあ、これだけあるとやっぱり選ぶのがね、なかなか難しい感じにもなるのかなと思うので、はいはい、今日は実際あの選び方について詳しくお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、実際グラブを選ぶ時の基準についてお聞きしたいんですが、はい、小学生とその大人で、まあ、若干違うというようなことなんですが、はいはいはい、どのようにこう選び方、小学生の特にあの選び方について。はい、小学生だと例えばですけど、ここに、これ少年軟式用のグラブなんですけども、うちだとこういう風にいろいろサイズ表記だったりとか、まあおすすめポジションみたいなのを表記してあります。はいはい、一つ目安となるのがサイズになりますね。はい、で、子供さんですとやっぱりグラブと自分の手とですね、これがあまりにサイズ感が合ってなさすぎると、はい、やはり閉じた時にうまく力が伝わらなくなってしまうので、はいはい、選ぶ基準としてはまず一つサイズっていうのが非常に大事かなと思います。はいはい、で、このサイズ S とかっていうのは子供用のサイズ表記だとこういったアルファベットの表記になってます。はい、S って。ああ、そうですね。はい、一応 S だと、まあこれ水野さんの基準ではあるんですけども、はい、こちらですね、1年生から3年生向けっていう身長別にこういったチャートで表してるんですけども。ああ、なるほどですね。はい、ここは基準に一応なっている。一応基準ですね。はいはいはい、まあ、ただ例えば同じ1年生でも大きい1年生もいればちっちゃい1年生もいれば、もちろんそうですね。はい、なのであくまでこれはもう目安ですね。はい、程度に考えていただいて、はい、実際のものをやっぱり手に入れてはめてみて、はい、でそこで選んでいただくっていうのが一番いいかなとは思います。はい、はい、分かりました。まあ、大きさによって、まあ、例えば、まあ、大きすぎちゃったりしたらどんな問題が。大きすぎると自分のこの手のサイズとグラブとか合わなくてですね、はい、握るときにうまいこと自分の力が伝わらずに、はい、自分の指だけでグッとこう押そうとしてしまうんで、はいはい、ここの部分がちょっとボコッと出てきやすくなっちゃったりとか、そういったことがありますね。グッと
はい、指でグッと潰しちゃうような感じですね。グラブ自体の型が変わってきちゃう。そうですね。特にここのところがボコって出てきてしまうと、はい、ボールをこういう風に受けた時にここにまず最初に当たってしまうので、どうしてもこのポケットって言われる奥までボールが入らないような現象が起きてしまいます、はい、なるほどです、ね、そうなるとやっぱり自分でこう取ったって思ってもバンって弾いちゃってたりとか、ね、はい、それはね私がそうだったんですけどよくあるやつですよね。私もあの現役の時にここ出てきちゃって、多分グラブここ出ちゃうとまず取れないですね、うん、あの私も実感したんですけど、はい、やっぱここ入っちゃうと弾いちゃう、はいはい、でポケットの位置もなんかうまくできないというか、ここに作りたいのにここが出ちゃうんで、なんか形がやっぱおかしくなってきちゃうっていうのが、はい、現役の時よく感じてたので、はい、多分サイズが、ね、合ってなかったのかなっていう。そうですね、一つの要因としては考えられると思いますね、はい、まずそのサイズ感をしっかり作っていくっていうのが第一ポイントという感じですかね、はいはい、なんか他にはありますか？あとは例えばですけど、ポジションによって、はいはい、適したウェブとかっていうのもあったりするので、ウェブ、はい、はい、網の部分、あ、そうですね、網の部分ですね、はいはい、なんかこう種類によってどう違ったりするんですか？はい、ですね、例えば、まあ、このタイプのウェブだったりとか、あとは最近人気のこういうタイプのウェブ、はいはい、なんかはどちらかというと内野手用に多いウェブになります。内野手用、はい、一つはボールをこうやってバーンって受けた時に、はい、ここのところが紐でこういう風に止まってますので、この手のタイプっていうのはボールを受けるとこっちにちょっとグッとグラブがたわみやすい、たわむんですね、はい、はい、っていうのは一つあると思いますね、うん、そうすることによって、まあ、ポケットが少しこうウェブ下寄りに深く作りやすいような作りにはなってると思います。ここに当たった時にちょっとここがあの余裕があるというか紐になってるから、はい、こうグッと押されるというか、そうですね、たわんで、はい、まあ、このウェブ下のところにポケットができやすい。そうですね。じゃあ逆にその外野手とかはどういった感じになるんですか？外野手は網網になってるので、はい、外野手に関してもこういったウェブになってるので、よりこうポケットが深く作りやすいような作りにはなってますね。なるほどですね、はい、ポケットの深さとかによっての違いっていうのはどういったことがあるんですか？深いとやっぱりボールが奥まで入ってくれるので、はい、がっちり取りやすいっていうのがあると思いますね。はい、はい、逆に浅いと自分のこうボールを取り出すときに取り出しやすいっていうメリットは生まれると思います、ね、はい、あ、なるほどですね。例えば内野手ゲッツー取りたいとか、はいはい、早く持ち替え、こうすぐ取ったら投げたいみたいな感じの選手だったら、はい、ちょっと浅めに作るのもおすすめ。それも一つ手ですね。一つ手っていうことですね、はい、で外野手だったら、まあ、ちょっと深めに作ってがっちり取りたいとかだったらそういう風に作るとか、はい、そうですね、まあ、ただそれはプレースタイルによってですね、例えばその早く握り替えたいっていうのも、はい、浅くするだけが全てではなくて、はいはい、さっき言ったようなこうポケットをちょっとウェブ下に深く作るっていうのも、うん、握り替える一つの手段では実はあるんですね。あ、そうなんですか、はい、このウェブ下にポケットを一箇所だけ深く作ってあげれば、うん、いろんなところで例えばボールが取れるようなグラブって、うん、実はそこで遊んじゃって握り替えるのに手間取っちゃったりするんですね。それは多いですね、はい、なんかどこでも取れるんだけど結局遊んじゃってうまく握れないみたいな。ここのウェブ下一点にちょっと深めにポケットを作ってあげて、うん、もう必ずボールが、まあ、どこに当たってどこに入ろうとそこに落ちてくるみたいなのも収まるって感じですね。そうですそうです、はいはいはい、一つ握り替えを早くするポイントじゃないかなとは思いますね。じゃあちょっとグラブ遊んじゃうなとかうまく取れないなって子はこうしっかりポケット作ってあげるっていうのもおすすめになって、そこは一つ大事なポイントだと思います。なるほどです、はい、ここまでは、まあ、2つポイントがあったんですが、1つ目がフィットしているかどうか、はい、入れた時の手入れ感が、すごく大事な要素になってくるっていうのが1つ目ありました。で2つ目がウェブの形状によってグラブのそのポケットの深さを、まあ、うまくコントロールできるということなので、まあ、深いポケットを作るか、ちょっと浅くグラブを作りたいかで結構変わるっていう感じでした、はい、であと大人のグラブを選ぶ時の基準もプラスであるみたいなので、はいはい、ちょっとお聞きしていきたいと思います。はい、なんかサイズがによって違うというか。そうですね、はい、子供さんの場合ですとさっきみたいなアルファベット表記だったんですけど、大人になるとこれ、はい、サイズ表記が数字になるんですね。サイズ9とか9とか8とか10とか、はいはいはい、ここもですね、はい、こっからずっと辿ってってずっと辿ってってここまでのこの長さですね。長さ、はい、それが10とか9とかっていうサイズで表されるということです。はい、
手入れ感とはまた別の話ですから。別の話ですね、はい、クラブ全体のこの大きさという意味ですね。ですね、なるほど、はい、なんかこうそれによってポケットが深く作る浅く作るので大きさによってなんか変わることって大きさによっても変わりますね。例えばサイズ9とサイズ10の違いって、はい、指の長さ5ミリぐらいの違いなんですね。もうほんとちょっとです。そうです、はい、でこの指の長さが長くなることによって、まあ、外野手なんかに代表されるんですけど、やっぱりポケットは深く作りやすくはなりますね。ちょっと縦長になるというか、こうそうですね、はい、深く作れるってことですね、はいはい、なんか同じサイズでもちょっと最初から形状が違うみたいなのも、あ、形状というかそうですね、あのポケットの深さとかによって、はい、例えばサイズのこう見え方っていうのが大人用だと変わってはきますね、うんうん、なるほどですね、はい、例えばここら辺なんかまあ坂本型なんですけども、ちょっとこうウェブ下寄りにポケットを深く作りやすいような形にはなってますね、うんうんうん、対してこれ K型内野手 K 型なんですけども内野手 K 型、はい、はい、こちらは坂本型と比べるとある程度こう受球面が広く取られてます。結構広く見えますね。そうですね、はい、はいはい、で浅く作れやすい、作りやすいと思いますね、坂本選手の方と比べると、はい、まあもちろんね、このウェブ下でばっかり取っていればポケットは深くはなっていくんですけども、あ、まあ取り方にもよって変わってくるってことですね、はい、基本形としては結構開き気味でちょっと浅めに使いやすいような形ではあるかなとは思いますね。なるほどですね、はい、これが一応サイズ的には同じサイズ9っていうモデルではあるんですけども、結構皆さん分かりますよね、これサイズ9なんだけどちょっとサイズあの大きさの見た目が結構変わってくるというか、はいはい、こっちはやっぱ 広くこう見えますよね、はい、こっち狭くて捕球面を見ると、まあ、ちょっと深いというか閉じてて深くある、奥行きがあるような感じがこっちです。でこっちはちょっと開いてて浅めにポケットは作られるような感じですね、はい、同じサイズではあるんですけども、結局例えばポケットが深くなると手で表すとこういう感じになるんですね、はいはい、ちょっとこう 丸い丸みを帯びてくぼんでるような、くぼんでる、はい、例えばポケットが浅くなるんで、うん、開きやすいグラブっていうのはこうなるんですけども、この手の大きさ自体は変わってないですよね。変わってないんですけども、くぼんでる場合と広がってて浅い場合とで見え方っていうのがちょっと変わってくるんですね。実際中に入れてる感じ、手入れ感っていうのはじゃあ変わらなかったり、手入れ感も、そこには若干やっぱり影響を及ぼしてはくるんですけども、グラブ全体のこの長さで最初数値で表してるって言ったんですけど、それ自体は結局こうであろうとこうであろうと変わらないんですけど、あ、なるほどですね、見た目的な大きさが変わってくるんですね。なるほど、じゃあ選ぶ基準としてはちょっとそこも出てくるかなと、はい、いう感じですかね。はいはい、分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、まあ、ここからですね、実際ちょっと中村店長さんが、まあ、お客様と対応していて、はい、まあ、この選び方はあまり良くないなとか、あ、はい、なんかこうちょっとこういう選び方してしまうとあまり、まあ、よろしくないなっていうようなものがあれば、はいはい、まあ、今基準が出たので、はい、まあ、そこから外れてしまうとあれかなと思うんですけど、はいはい、まあ、皆さんがちょっと参考になればいいかなと思うので、うん、はい、そうですね、まあ、よくあるのはやっぱり思い混んじゃって、はい、例えば僕はこのメーカーじゃないとちょっと使えないんだみたいな、なんかこだわりのメーカーが、そうですね、はい、ブランドじゃないですけどメーカー、そうです、もうブランドだけで選ばれるっていうお客様は割と、まあ、経験上ですけど、はい、グラブ選びでちょっと失敗されることが多いのかなっていう気はしますかね。かこうブランドとデザインだけで選んで、はい、実際の機能というかその手の入れた感じとか、はい、まあ、あとそのサイズ感だったりとかっていうのをあんまり考えないで選んじゃうと実際使った時に使いづらいみたいなのも起こり得るっていう。ブランドで別に野球やるわけじゃないのでそう、はい、そうですね、あのテンションが上がるかなっていうのはあると思うんですけど、そうですね、じゃあ実際そういう風に、まあ、見た目だけだったりとかそのメーカーのこだわりだけで選んで、はい、まあ、機能がちょっとうまく、まあ、フィット感だったりサイズが合ってないとか、はい、ってなってしまってうまく使えないっていうパターンが見られると、ありますね、はい、なるほどですね、まあ、実際先ほどもあの言ってたんですが、例えば大きすぎるグラブを使ってしまうとここのところですね、ボコって出てきてしまったりとか、うん、うまく握れないとか、まあ、ちょっとここが緩すぎてこうなってしまうとか、まあ、技術的にも多分あまりねよろしくないかなっていうのは、はい、はい、見てて思いましたね、はい、ではですね、ここからは新品のグラブを買った時の片付けするポイントについてちょっとお聞きしていきたいんですけれども、はい、買いたてやっぱ硬いとは思うんですが、はいはい、なんかお客様の方でこう買った時の、まあ、こういうのをちょっと注意して片付けした方がいいよっていうポイントがあれば教えてください。あ、はい、はい、ですね、柔らかくしていい部分と柔らかくしていけない部分がありますので、はい、そこをまずは注意していただきたいですね。なるほどです、はい、はい、柔らかくしちゃいけない部分、いけない部分なんですけども、はい、ここの
小指の芯とあと親指のここの部分は柔らかくしない方がいいですね。ある程度しっかり感残ってないとやっぱりこう先っぽで掴んだ時とかにグッと負けやすくなってしまうので、はいはい、ありますね、はい、にゃってなっちゃう、ね、そうですね。ここはある程度しっかり硬さ残してあげた方がいいと思います。はい、で曲げるべきところっていうのがグラブにありまして、はい、ここですね。ここのヒンジって言われる部分とあと親指の付け根の部分、ヒンジと親指のところ、はい、この2箇所です。そうですね、はい、ここの部分をある程度柔らかくしてあげるとグラブは閉じやすくなります。結構そういうの折っちゃっても大丈夫、ね、あ、折らないと、はい、あの柔らかくならないですね。はい、であとはこう叩くときなんかに、はい、この皮の部分とこの紐の部分がありますので、うん、ここをしっかりやっぱり叩いてなじませてあげることによってあのよりこう曲げやすくなるっていうのはあると思います。ただまあこういうとこが叩いちゃったりこう、あ、まあ、叩くのはいいんですけどね、叩くのはいいんですけど、例えばこれをグッと曲げちゃうとか、曲げちゃうとかするとまずいですね。はい、この芯がパキッといったりしちゃう。はいはいはい、はい、あとはよくあるのはこう皆さんよくやられるのはポケット、うん、作りたいからって言ってここバン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 叩く人いるんですけど、やってました私。はい、これあんまおすすめしないです。あ、そうだ、ダメなんですか。はい、皆さん結構やる方多いんじゃないかな。多いですね。ボールでバンバンかこういうね、はい、ボールだったらまだいいと思います。ああ、そうなんですか。で、はい、例えばこういう台の上で、はい、バン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 叩いたところでポケットって深くならないんですよ、実は。あ、そうなんですか。はい、これなんでかっていうとこの台があるのにくぼみようがないじゃないですか、叩いたところで。なるほどなるほどですね。奥にこう逃げないんですよ。逃げないっていう感じですね。で、うん、その結果何が起きるかっていうと、はい、この台がせき止めちゃって力を、はいはい、この皮だけがどん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 伸びて薄くなっていっちゃうんですね。うどんこねてるみたいな、こう伸びちゃうみたいな。はい、でその伸びると結局そこが破けやすくなっちゃったりとか、補給してて痛いとか、はい、あとは皮がこう余ってきちゃうので、ここのところはシワ、あー、それ多いですね。シワになって浮いてきちゃったりとか。シワね、悩んでました。はい、取れづらくなるんですよね、シワ入ると。そうですね、はい、ポケットを深くしたいのであれば、はい、おすすめの方法があって、はい、これもあんまりやりすぎが良くないんですけど、はいはい、例えばこういうポケバットとか木製バット、はい、ここがあまり鋭角じゃないもの、うん、少し緩やかな丸みを帯びたものでこう固定してあげて、はい、これでちょっと叩いて、ああ、そうするとこう突き出るから、そうなんですよ、ちょっとこうポケットが深くなりやすいっていうのはありますね。あ、なるほどですね。ただこれもやりすぎ注意です。まあ結局皮伸ばす行為に変わりはないので、やりすぎるとやはりその部分が、ま、伸びすぎて薄くなっちゃったりとか破けやすくなっちゃったりっていうことがありますので、まあ、ちょっと新品のグラブの方がいいかな。使ってるグラブやるのはあまりじゃやりすぎは良くない、やりすぎは良くないって感じですね。はい、わかりました。はい、なんかその他で注意するポイントとかもございますか。そうですね、あとは例えばですけど、さっき言ったここのポイントと、はい、あとここの部分、あー、そこ、はい、ありますね。ここの部分もある程度少し柔らかさ出してあげないと、うん、やはりこう握った時にここがついてこないような、こう残っちゃうようなグラブになっちゃうんで、それになりますね。はい、そこだけ出ちゃう。少しこう柔らかさを出してあげるっていうのがポイントかなと思いますね。はいはい、まあ、ここから曲がるようなイメージ。そうですね、はい、はい、あとはこのウェブ周り、特にこういう皮で覆われてるような形の上、結構硬い、最初硬いですよ ね、 ここね。そうなんですよ、まあ、ここはなんかはちょっとこういう、うん、まあ、もしあればですけどヘリみたいなとこを使ってこう揉みほぐしてあげると馴染んで柔らかくはなりやすいと思います。CB さんではこの新品グラブの片付けっていうのをお店でやられてる。あ、はい、店でもやらせていただいてます、うん、はい、そうすると結構もうすぐ割と柔らかくなるもんですか。あ、そうですね、うちですと一応片付けの種類が3種類あるんですけども、はいはい、はい、種類によって柔らかさの出し方がちょっと違ったりとか、型の付け方が違ったりはします、ね、はいはい、はい、では今回はですねこれで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、まあ、簡単にまとめるとですね、グラブ選ぶ時の基準、まあ、特に小学生などはフィット感というか、しっかり手に合っているかっていうのを、実際お店に多分こうお店ではめた方がねいいかなっていう感じがしますね。はい、はい、それとウェブの形状によってグラブを深く作りやすかったりとか、うん、まあ、ちょっと浅めに作れたりとかっていうのもあるので、はい、まあ、そこも一つ基準にしていただければと思います。はい、であと大人の方に関しては実際の大きさっていうのも基準に入ってくるので、まあ、そちらも基準にしていただければいいかなと思います。はい、では今回はこれで終わりにしたいと思います。中村店長ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。